太陽系の皆様、本日もお疲れ様でした。今日は令和2年の2月22日でした。2が4つだかいくつだか続く日でした。うん、で今日はあの猫の日だったらしいんだけど、あの僕の家 の, あのマイケルはね、あのなんか春を感じてどっか旅に出ちゃったみたいで、うん、あの帰ってきませんでした。あの夜中に帰ってくるかもしれないですけどね、うん、まあそういう時も僕もあったから、うん、まあ許してあげようかなって思いますね。うん、で今日はね、僕はあの地域 の, あの夜9時のサイレント当番なんですけど、うん、あのまあ火災にならないようになんですっていうあの意味が込められて、あの戦後の頃からね、うん、ずっと続いてるなんか、うん、行事なんだけど、うん、サイレント当番9時前にね行ってきます。うん、それまではね、あのそれまでにはあのもうビールして、それで氷結レモンして、それで今日はあのまた白ワインを、うん、買ってきて飲んでます。あの白ワインもね、うん、飲みやすいなって思いますね。うん、あの健康にいいと思う。あの今日 の, あの名札はね、あの文字じゃないんだけど、これ何だろうなってこれタケノコの芽吹きの、うん、イメージなのかな。うん、何を思って書いたのかね、自分でも忘れちゃったんですけどね。うん、あの竹っていうのはね、不思議だなって思うのは、あのこう1年でこうね木になるでしょ。まあ草の一種なんですけど、実はね、でもあの竹の繊維とか、うん、あと竹につく良質なあの納豆菌の仲間の、うん、あの 竹にだけつくっていうわけじゃないけど、竹にたくさんこう繁殖する良い菌がねいるんですよね。ああいう菌もうまく利用していけばね、あの人間たちはね、あのいろんな、うん、病気に守られたりすると思うんですけどね。うん、これ今日はあのまたブロッコリー、マヨネーズをたくさんかけたら、もっとたくさんあったんだけど、僕がマヨネーズたくさんかけたら、あの普段あんまりね野菜を食べなかった僕の妻がね半分以上食べちゃって、もうこんだけしかないですね。僕まだブロッコリー食べてないんだけど、今から僕はねブロッコリーを食べようかなって思いますよ。うん、なんでマヨネーズをたくさんかけるとうちの妻はこんなに野菜を食べるのかな面白いですけどね。うん、まあとりあえず、うん、あのやることはいろいろ遂行して、うん、着々と頑張っていきましょう。今日僕あのね剪定しながら ひもしもしね、あの畑でね、家の裏の畑にもう、うん、来たんだけど、火を燃してたんですけどね、あの火を取り扱うのって楽しいですよね。うん、あの暖かいし、冬はね、夏は暑くて嫌だけど、この時期は焚き火は楽しいですね。ちょっと顔がね、熱がまだ残ってて赤いですけど、うん、じゃあそんなことで、うん、この後も頑張りましょう。